again. スマホ留学サポート講師の並木優子です。はい、ではですね、早速 A の音、練習していきましょう。これはですね、我々日本人 A ではなく、ついつい話し言葉ですと A の音、こう伸ばしてしまう音になりがちです。A とはならずに A、このイの音もしっかりと出すっていうところがポイントです。ちょっとね、意識するとやはりこう口の周りの筋肉が普段使っている筋肉とはね、違うのでちょっとこう疲れると思うんですが、この動画を何度も見て綺麗にエイというふうに言えるように練習してみましょう。はい、ではまず単語だけ、私がこう、手をこうやって、まず最初私がお手本を読みますね。8、そしたら次が8、これなんかこう手を常にこうやってやっています。で、画面がパッと変わるので、こう読みやすい、練習しやすい、かと思います。 Are you ready? Okay, let's go. 8 Bake CapeAim Mate Nape Tape Okay, good job! では、フレーズですね、文で、練習していきましょう。結構私、こう臨場感あるこう感情を込めて、読んでいきますね。私が読んでいるような、こう感情の込め方、その抑揚のつけ方で読むと、こう感情が入ってくるので、ただの文章が文字の羅列ではなく、ちょっとこう絵が見えるような、映像が見えるようなこう感じになってくると思います。そうするとこう定着しやすいので一緒に練習していきましょう。はい、ではまずこういう感じです。I waved my hands and said, Hey! to my classmate. I waved my hands. 手を振って、hands なので、両手ですね。って感じ。で、said, Hey! って言ってんですね。to my classmate. はい、クラスメートに、Hey! っていう、こう声を、両手をこう振って声をかけているっていうところですね。いいポイント。waved, waved。そして、この前回、練習した hands、後への中間音。これももうできていますかね、練習、された方は。ですね。aa。そして class, class、class は a で、classmate。はい。こちらクラスメイトは、A が2つ続いているんですが、一番、ま、最初の A の部分は、中間音 A になって、後半は A、アルファベット読みですね。クラスメイトというふうになります。はい、そして次はじゃん。 I was so scared of the quake last nightYeah, it was a big shake. はい。I was so scared. すごい怖かったよ。何が怖かったの ?The quake. Quake っていうのは、まあ、earthquake。地震のちょっと短いバージョンですね。でも、まあ、quake ってよく言います。Quake. はい。ここの A って音も、ちょっとね、こう、イを入れるってなると、ちょっと言いづらいかもしれないですね、慣れていないと。そして last night の la は後への中間音です。もうこの例文 a の音と a の音たくさん練習できますね。はい、昨晩の地震もすごく怖かったよってことに対して、 yeah だよね、怖かった。 It was a big shakeIt was a big shake. Shake, shake. はい、こちらはマジック E がついているので A ですね。 Shake.
でこの音 shake、 そうですね、やはり A の音がちょっと出しづらいのか、shake、 こんな感じの音になる方がいたんですよね。あ、A っていう発音がちょっと言いづらいんだなっていうふうに感じた、あの記憶があります。はい、あともう一つ、 You made me mad, I hate you。 何があったんでしょうかね。まずマジック E がある made、 aid ですね。そして You made me mad、 はい、こちらはマジック E がないですね。となるとの音になります。 I hate you、 hate もやはりマジック E があるのでエイエイの音ですね。はい、どうでしたでしょうか。エイの音と、まあ、前回やったエーの音を、見比べながら、こうスペルで見て、そして音も聞き分けながら、今回練習していきました。意外にエイの発音がちょっと我々は、苦手だっていうところですね、ちょっと驚かれた方もいると思います。はい、この、ここですね、英語の時はテープ、日本語の時はテープ、英語で話す時もテーというようにエーの音を伸ばさないように、ぜひエイというふうに、正しく発音して、見てください。何回も練習です。練習頑張ってください。 OK! Have a good day! Bye!